皆さん、こんにちは。ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。今日は波乗りジョニーということで話してみたいと思います。感情のコントロールの話です。波乗りジョニーというタイトルをいただいたんですけれども、サザンオールスターズですね。波乗りジョニー、いい歌だと思いますけれど、サーファーとそのサーファーの彼女との話なんでしょうかね。それとか波乗りっていうと山下達郎の「ビッグウェーブ」という名曲もありましたね。私はビッグウェーブ結構好きなんですけれども、もうかれこれあれももう35年ぐらい、40年ぐらい、35年ぐらい前の曲なんでしょうかね。そういう波乗りの話です。波乗りで何が波乗りかっていうと、感情のな波乗りなんですね。感情はいろんな感情あるんですけれども、不安の感情、怒りの感情、恐怖の感情、悲しみの感情、こういうふうにそれぞれフラットなんですね。波としてはどれかがドカーンと高くないんですね。で、カウンセリングに来る人っていうのはこういうフラットな感情を持ってないんです。どっかがドカーンと高いんですね。特に怒りが高層ビルのようなぐらいのビッグウェーブになってたり、恐怖がすごいビッグウェーブになってたりする人がいます。で、カウンセリングをやっていく中で、それらの感情が他の感情とイーブンぐらいになってくる、だいたい高さが同じぐらいになってくる。そうすると波乗りで乗り継いでいけるわけですね。怒り恐怖が高層ビルくらい高い場合は波乗りしようとしても乗れないですよね。もう突っ込んでいって濁流に揉まれてしまって、わーってなってしまう。そういう状態だというふうにイメージしていただいてよろしいと思います。で、カウンセリング継続していく中で、その高層ビルの感情っていうのがレベルダウンしてきて、他の感情と同じぐらいになってくる。これをカウンセリングは目指していくわけです。よく勘違いされるんですが、怒りがなくなるとか恐怖がなくなるという話ではありません。感情というものは生ものですから、それをなくすことは不可能なんですね。これは何度も話をしていることだと思いますけれども、なくすことはできないと同時に、感情をコントロールすることもできない。感情をコントロールしようとするとその反撃に遭ってしまう。要は怒りをコントロールして沈めようとすると、逆にこれがビッグウェーブ、もっと大きくなってくる。これぐらいの波だったのが台風の暴風ぐらいに荒れてしまうということもあるわけで、そこをちゃんとカウンセラー理解していないと、カウンセラーの方がそれはコントロールしようとすると、相談者の方の怒り大爆発しちゃうんですね。そこはよくカウンセラーが理解しておくことが必要だと思います。そのためには自分の怒りっていうのはカウンセラー自身も分かっていること、怒りだけじゃないですね。自分の感情っていうものがどういうふうに移ろっていくかっていうのを分かっていることですね。そういうことが分かってて、初めてこの感情の波に乗っていけるようになる、いいサーファーになれるということです。
いいサーファーになってるってことは、要は自分の感情はこうフラットな、フラットなんです。感情を感じていないというわけではなくて、感情は感じてるんですね。不安も感じるし、怒りも感じるし、恐怖も感じるし、悲しみも感じるし、けれどこの山がこう大体フラットなんですね。だからこう波乗りしていけるという、波に乗っていける、まあ、こういうこう波を作っていくことがそのベストサーファーになるためのコツ、治癒していくためのコツということです。でそのためにカウンセラーはこう相談者の人の気持ちをいかに聞いていけるか、これらの気持ちをいかに肯定していけるかということになってくると思います。まあ、それはあの時々話してます傾聴という話ですね。傾聴大事ですよというのは、この感情を相談者の方の感情をフラットさせるためにも必要だし、カウンセラーは自分の感情をフラットにさせるためにも必要なことになります。今日はあの感情は、波乗りだという話をしました。どうか皆さん、相談者の方も、治療者の方もベストサーファー目指してやっていきましょう。それ心理カウンセリングセンターの高間でした。